天美坂の片隅にある仕立て屋の若き女主人、気立ての良さと確かな腕で近所でも評判の娘。そんな彼女の悩み事は、愛するあの人の浮気症。私というものがありながら家に帰ってきやしない。だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、母の形見の裁縫ハサミ、研げば研ぐほどよく切れる。今日も街はいつもの通り、穏やかで平和な日常。踊りであの人を見かけた、隣の女は一体誰。赤い着物がよく似合う、美しい女と仲睦まじく歩く。その姿こらえきれず、その場所をすぐ離れたの。だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、頬を涙で濡らしながら着物の縫い直しに精を出す。街は何やら不穏な空気、何か事件が起こったらしい。橋の前であの人を見かけた、隣の女は一体誰。落ち込んだ様子のあの人に寄り添う髪の綺麗な女、緑の帯がとても似合うわ。ああそんな子が好みなのね。だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、赤く眼を晴らしながら帯の修繕に精を出す。街はにわかに騒ぎ始めた、再び事件があったらしい。かんざし屋であの人を見かけた、隣の女は一体誰。としかもいかぬ女を子に黄色いかんざし買い与えて、一体何をしようというの。本当に見せたいがないのね。だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、ハサミの色こんなだったかしら。今日も仕事に精を出す。ようやく仕事も一段落した。会いに来てくれないのならば、こちらから会いに行きましょう。かんざし髪に刺して、あなた好みの女になったわ。どう私綺麗でしょう。今日は街中が大騒ぎ、今度は男が殺された。これで家族4人が全て何者かに殺されたらしい。それにしてもひどい人ね。母
じめまして、こんにちはなんて、まるで他人みたいじゃない、まるで他人みたいじゃない、だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、赤く染まった裁縫ハサミ、研げば研ぐほどよく切れる。